インサイド MMA のインタビューに答えるリー・カン・リーは、ベトナムの男性キックボクサー、総合格闘家、サイゴン出身、アメリカ合衆国カリフォルニア州在住、アメリカンキックボクシングアカデミー所属、元ストリックフォース世界ミドル級王者。キックボクサーとして K1 への参戦経験も有し、サイドキックや回し蹴りなど、スタンド状態からの蹴り技を多用する。 ファイトスタイルと軽快で変則的な動きから、いけるブルース・リーとの異名を取る。ストリックフォースでは絶大な人気を誇る。格闘家として活動する傍らで俳優としても、活動しているため、格闘技を休業することもしばしばあった。1972年5月25日に、ベトナムで生まれる。出生後、2歳11ヶ月までサイゴンで過ごす。 1975年4月30日のサイゴン陥落の3日前に母方の家族に連れられアメリカ軍とのコネでヘリコプターでフィリピンに脱出。その時父親とその親族はベトナムへの思い入れからベトナムに残った。そしてアメリカ合衆国カリフォルニア州3の税に移住した。10歳でテコンドーを始めたが経済的理由から断念。 中学校の進学後、体育の科目からレスリングを選択。高校とジュニアカレッジで、オールアメリカンに選出された。AAU 主催の全米選手権でも、グレコロマンとフリースタイルの両方で優勝。その後、レスリングの全米強化選手に選ばれる。しかし、20歳の時に、母親の旅行代理店の経営が良くなかったことから、レスリングを中断。 1994年22歳の時にサンダを始める。また指導官から手も習い、1998年に全米選手権で優勝。しかし、顔面攻撃禁止のルールになれず、何度か失格になったこともあった。また同年には、ロシアの格闘技であるドラッカで全米王者となった。2006年3月10日、ストリックフォース旗揚げ戦で、 総合格闘技発挑戦。マイク・アルトマンと対戦し、右フックで小勝ち。2007年6月22日、ストリック・フォース、シャムロック VS、バロニで、ドニー・フリックランドと対戦し、小勝ち。2008年3月29日、ストリック・フォース、シャムロック VS、レで、フランク・シャムロックと対戦し、シャムロックの右腕の骨折により、 TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2009年12月19日、1年9ヶ月ぶりの復帰戦となったストリックフォースエボリューションでスコット・スミスと対戦。バックキック等を用い、3ラウンド中盤まで試合を優位に進めたが、スミスのパンチの連打によりバウンにし、そのままパウンドで小負け。キャリア初黒星を喫した。 2010年6月26日、ストリックフォース、フェードア・ブリエス、バードゥームで、スコット・スミスと再戦し、左バックキックで小勝ち。2011年11月19日、UFC 初参戦となった UFC139 で、バンダレー・シウバと対戦し、パウンドで TK o 負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2012年11月10日、 マカオで開催された u f c オンフューエル TV6 で、リッチ、フランクリンと対戦し、右フックで小勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。2014年8月23日、UFC ファイトナイト、ビスピング VS、レで、ミドル級ランキング8位のマイケル・ビスピンと対戦し、TKO 負け。試合後、薬物検査において規定値を超える量の、 人成長ホルモンが検出されたことが発表され、1年間の試合出場停止処分が課されたものの、検査を担当した、香港の検査会社に不手際があり、結局検査結果は無効とされ、リーへの出場停止処分も取り消された。2015年1月21日、現役引退を表明。ありがとうございます。